ちょっと机から配信してみました。飲んでて、あ、やばい、目覚まし危ない、あ、落ちる、やばいやばいやばいってなって、はっってやったら、あ、ちょっと怖いんでキャップ閉めてやるんですけど、キャップ開いてる状態で、あ、やばいってこうやってやっちゃって、はっってやっちゃって、水がバシャンってこぼれました。あ、絆創膏切っちゃったんです。痛い。そんな痛くないけど、なんかそんな痛くないんだけど、全然かさぶたができないから、うん、困ってる。てんてて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 、事故まこ、マジでそう、事故、事故困りまこ。水も滴るなんて、ちょっとこれ貼りますか。どの辺まで話していいかな。なんか頭でかくない？なんか今日頭でか。今日は久しぶりに、あ、こっちが自己紹介で、椅子で配信するのもありかなと思いまして、はい、いつも床に座ってたんで、たまにはこう椅子に座って配信するのもいいかなと思ってやってみました。あ、ちょっとなんかさテープかなりもそう、マスキングテープすごない？別の部屋も同じ部屋、同じ部屋、一部屋しかないか、同じ部屋。何、なんか通知が、何の通知だ。今椅子でしたか？椅子です。テーブル新しく、新しいテーブル、自分で組み立てたテーブルだよ。あ、モテよ、モナオギフトありがとうございます。ありがとう。あ、モテよ、たくさんありがとうございます。ハートありがとうございます。朝メンテナンスだった。そうなんですよ、今日学校行ってきて、帰ってきて、でもなんかチャリだとさ、全然歩数がね少なくて、800、そう、お家帰ってきたらなんかさ890歩とかで、そう、チャリ走ったけどさ、歩数が全然チャリでは稼げないので悲しみって感じで、お家帰ってきてからご飯をやっと食べて、でそっからお散歩、お散歩したんですけど、全然本数稼げない。あんま長時間最近散歩できてなくて、今4648、全然歩いてない。ハートありがとうございます。学校徒歩で行きました。今日徒歩で行けばよかったな。でもさ、今日、うん、机に座ってない、椅子に座ってますよ。椅子に座ってます。何？既読するの現行犯箱未読するの現行犯、なんかお姉ちゃんから、え、まこ身長縮んだの笑ってきた。え、なんかね、159センチなんですけど、学校で学校のやつ測ったら 158.2 センチとかになってて、え？みたいなあれ2センチだっけ？ 158.5 とかになってる。はあって感じなんだけど、でもなんか近くにいた人がいて、なんか近くに
いる子がなんか喋ってて、あの他の友達とね、その子がなんか、なんか身長が2センチも縮んだんだけどとか言ってて、でもう一人の子、うちも身長縮んでたよみたいな言ってて、だからみんな絶対身長縮められてやられてるんですよ多分。そう、身長だけ測ってこれ体重測んないのかなと思ったら、身長計の中に体重計入ってる系でした。カシャッって一瞬で測りました。環境変えたら新鮮ね、新鮮ですね。なんか姿勢が良いです、姿勢正しいですね。うん、なんか壁紙が違うのよあっちの壁とこっちの壁で、壁紙が違います。なんでだろうね、これ若干ね、なんか、うん、背もたれあるのに。そうだね、でも背もたれってあんまりよくわかんない方がいいんでしょ。学校遅刻せず遅刻せずに行けた、遅刻せずに行きました。モテようとかありがとうってギフトありがとうございます。自転車ではダメ、なんか自転車だとなんか運動あんまできてる感ないっていうか楽なの。いやでもなんかでも今日久しぶりに自転車乗ったらパンクしてんのかって思うぐらい重たくて、なんか私の足の筋肉が弱ったのかどうなんだろう、すごいゆっくりでしか自転車が漕げなくなって、あーみたいになっちゃってすごい疲れちゃった、うん、自転車の方が運動量すごい、逆にチャリすごい、なんかチャリで走った分量記録してくれてないのかな、記録、おおはっ、あっ、あーこれダメだ、自分で打たなきゃいけないんだ、自分で何キロ走ったとか書かないと無理っぽい、うん、ピエンです。夜散歩するの、夜散歩怖いんでしません、うん、さっきだから散歩してから帰ってきて配信してます。ハート100個ありがとうございます。何、姫たんが何か言ってたよって、何何かって、何、怖いんだけど教えて、何、だるま100個ありがとうございます。 iPhone7 ではチェリーは計測できません。7じゃなかったら計測できるってこと、どういうことや、なんかこういう感じにしようかな、髪こうかけて、こうかけて、こうみたいな、あ、なんかハゲて見えるわ、かけて、こう、あ、私の輪郭にあんま似合わんかもな、これ、ショールームが成分に対応しててよかったね、よかった、あ、でもどうなんだろう、私これ今 iPad で配信してるんで、成分バカにしすぎだよね、みんな成分バカにしすぎ、うん、髪短くなったのが今はっきり分かったでしょ、短いでしょ、そうそう、機種変の時かなんですね、機種変したい、なんかあとは何、姫たんが何か言ってたって何、いいねありがとうございます。でも痩せたのか、え、なんか一回めっちゃ太ったんですよ、急に急にそんなことないか、急にではないか、一回太ったんですけど、もなんか戻し中、ちゃんと戻ってきた、うん、なんかね一回ほんとなんかママがね一回来てくれた時にめっちゃ食べたんですよママ帰ってきてなんかお昼に
さん食べて、で、あのママと乗ったら、あのなんかあのフラッとなんかいちごタルトを食べたんですよ。して夜ご飯ママの美味しいカレーも食べまして、もうすごい食べたんですよ。したらね、めっちゃ太っちゃったんだけど、そうびっくりしたの、なんか自粛期間中で2、3キロ、2キロぐらい太っちゃってやばいと思って、今でもちゃんと 1.5 ぐらいは戻ったんで、残り頑張って戻します。もっと危ない本当に。いいね、ありがとうございます。そろそろ電気でぐくちゃりにする。え、でも電動釣りってさ、でも楽すぎてダメそうだから、うん、そうね、楽なチャリはダメよ、自分でもうしんどいぐらいに走った方が運動になるんじゃないかな。自転車空気入ってないの。でもちょっと前に空気入れたはず、パンクしてんのかな。はい、アメピのおつもこが見たいとこ、いや、アメピやだやだ、もうお腹やばくなっちゃうから。いや、お腹はないな、ね、一応そう、なんていうの、なんていうの、気休めじゃないけど、気休め的に毎日なんか10分以内で終わる感じの筋トレみたいなのしてるんですけど、やっぱね、あんまり動き回ってないから効果出づらいんですよね。本当に公園で出つつお家帰ってやると、あ、めっちゃ効果出るんだけど、あの今ダメね、本当今ダメね。そう、本当にだるまたくさんありがとうございます。太ったの 0.1g くらいです。 0.1g って1日でそんなあの変わるさ頻度じゃん。 0.1g って、え、 0.1g？ うん、痩せてるまこよ、そんなことないよ。胃酸は増えたうちに入ります。え、でもお正月太りとかって太っていいのは3キロまでとかってあるじゃないですか。なんかそうだ、お正月太りは3キロまでみたいなあるじゃん。お正月はでもお出かけ行ったりとか結構してたから、もう全然、え、お正月太り何それ、全然太んないんだけどみたいな感じだったんですよ。でも自粛はマジで太る、本当に。だって活動できないの。うん、毎日めちゃくちゃ散歩行ってた時はもう逆にしたぐらいだったんですけど、いきなりちょっと散歩をやめてやめてしまってからちょっと太ったんで、また散歩を頑張っています。筋肉なくなってるしね、やばいよね。自粛はマジ太る、本当に。腹筋割れてたっけ、私は割れてないと思います。全然割れない。熊崎さんとか野島さんとかの野崎さんとかすっごい憧れる、本当に。全然割れません。3キロまでおつもこしてる。え、なんか劇場とかに貼ってあったんです、紙で、あのお正月太りは3キロまでみたいな書いてあったんですよ。でそれ見て3キロも太んないってとか思ってたんですけど、そう、2キロぐらいは太りますね、本当に。自粛は。でも3キロまではいかないですね。でも玉の食っちゃねはやめられません。そっか、なんか睡眠大事、本当。寝たくなるとさ食べなくなっちゃうじゃん。睡眠1日17時間とか15時間とか睡眠、朝早起きしてお散歩2時間3時間して帰ってきて疲れてお昼ぐらいに寝たら夜になってるみたいな。確かね、5時に起きて6、7、8時、9時とか 3時間か2、3時間ぐらい散歩して、で10時とかから何時だ、たくさん寝るときは10時から起きたら7時になってるとか、そんぐらい、もう10時間ぐらいとか寝たりすると痩せちゃうよ。
めっちゃ寝る。食わず寝がやばい、本当に。食わず寝、私食わず寝痩せしちゃう感じです。うん、夏でも散歩行くしか。もう汗をかきましょう。私は汗かきたくないからさ、あの夏散歩したくないとか思ったけど、汗かいた方がいいね。あ、15分経過しました。145日連続配信中。久しぶりに公園デート、疲れそう。もう心臓バックバクしちゃうと思う、久しぶりに公園やったら。もうなんていうの、バックバク、あの急進急進って感じ。本当にやばいと思う。20代半ばを過ぎると3キロが6キロに戻らないんです。やばやば、怖っ。嫌だね。掛け算の表もあるって噂もある。掛け算の表はない気がする。モテをありがとうございます。寝てた方が痩せれるので、とか寝ます。私はたくさん寝ます。なんか寝るとさ健康じゃん。お疲れありがとうございます。ご飯食べずに寝ればいい。そう、私はそれでめちゃくちゃ痩せます。夏休みとかさ12時間以上絶対睡眠するじゃん、小学生の。うん、夏バテって言うんですかね、頭痛きそう。24時間睡眠チャレンジ、もうそれはもう永眠ですかね。うん、でも本当に永眠したい、寝たいずっと。でも筋力低下、それがですね、私が前やってたのは多分ね、毎日1万歩以上歩いてから帰ってきて、ふう疲れたって寝る、起きてからお風呂入ってまた寝る、をするとあの痩せます、あの死にます。多分足腰丈夫になるのにあの痩せます。本当に拍手ありがとうございます。つまく掛け算まではできるから、そう、つまく掛け算まではできるんですよね。寝すぎは体に悪い。あ、そうなんだ。あ、じゃあいいや、別に寝ます。うん、長生きは別にしなくていいから。子供の頃からそんなに寝たことないから、本当に寝ることって幸せだよ。本当にあの寝れない日とかさ、そういうのもあると思うと、寝れるうちにたくさん寝ておこうと思って、うん、寝れるうちにたくさん寝ましょう。名言永眠したいな。かわいい、ありがとうございます。やば、今朝まで YouTube で66時間寝ずにゲーム配信してた人いた。やば、66時間って何日？24時間でしょ、48時間、うん、やば、2日半ぐらい、やばいね。48+20、72時間か、3日間。かわいい、ありがとうございます。割り算はできない、え、ちょっとはできます。あじさいありがとうございます。掛け算できれば十分。ちょっと今週土日全く勉強してなかったので、ちょっと勉強しようと。長生きはしなくていいとか、ロックスターみたいなこと言うね。何ロックスターって。ロックスターそれはそう、眠れるうちに、そうそうそうなんですよ、眠れるうちにたくさん寝といた方が絶対。だってさ、忙しくなったらさ寝られなくなっちゃう時もあるじゃない。いや、そんなことはあんまないんですけど、いや、あるんですけど、いや、ないんですけど、なんかそのなんて言うんだろう、あの練習がやばいとか、レッスンが多いとかさ、あのシンポジ覚えなきゃいけないとか、公演が連日なのにシンポジとかだと本当に寝る時間あんまなくなっちゃうけど、まあ、大抵は大体寝てるけど、本当にでも寝れない日もあるから、寝れる日は寝といた方がいい。無駄な睡眠削らいはやめようと思いました。本当に 寝た方がいい。ハートありがとうございます。はい、モテをありがとうございます。人生足し算まこ。おつまこはにゃんこスター。
すごいブサイク。私こう目のね左右差が最近やばいんですよね。こっちのがね、なんだ、おばあちゃんになってきてんのかな。なんかだんだんね、わかりますか、こういう目になってきちゃうの。私結構コメント読んでる時もすごい目つき悪くなっちゃうんですよ。たまにツイッターとかに結構私のショールームの配信の動画をね載せてる方とかもいるんですけど、そういう動画見返すと、今のかこういう顔してコメント読んでるんですよ。そんなんじゃ東大行けないよ、東大行きませんから別に。今そのコメントが目に入っちゃった。すごい目つき悪くて、特にこうどっちの目が目つき悪いか分かんないんだけど、どっちも目つき悪いんだけど、こっちがね年々なんかね、何なんでしょうか。もう老いですか、早くないですか。16歳だよまだ。なんかね、目つきが悪くなっていっちゃうんです。こっちの方が割と丸っこい目なんですけど、こっちはねなんというか三白眼っていうんですか、だんだんそうだんだんなってきちゃって、三白眼にだんだんなってきてしまっているのかな。ほらあんま分かんないかな。なんかふとコメント読んでる自分の顔がねやばいっていう、この自分のこの映ってる画面を見ようとすると、目がパチってなるんですけど、コメントをこうね無意識でこうやって読んでるとすごい 目ひどくなっちゃう。なんでやん。モテよう、たくさんありがとうございます。ねだめカンタービレ、のだめカンタービレ私好きだった。のだめめっちゃ好きだったな。てなんで結局忘れちゃった。てうん、夜中に目が覚めたりしない、あんましないです。だるまたくさんありがとうございます。シュークリームロケット誰推しなんですか。シュークリームロケットは本当にみんな好きだけど、一番はやっぱりももなんちゃんさんが好きです。かわいい。おつまこは明大です。明大って何、免疫的な秘宝。おつまこ東大を諦める、目指してないですから。諦めてもないですよ。かわいいギフトありがとうございます。バカダ大学に入りました。バカボンのお父さんと同じバカダ大学。なんかねママとかママにね、しげちゃんとママはどこの大学なのって聞いたんですよ。そしたらバカダ大学だよって言われて、全然教えてくれなくて、あでもママの大学は後に知ったんですけど、お父さんの大学はねちょっとね覚えてないんだか知らないんだか分かりません。お父さんの大学は分かりません。どこの大学だったんでしょうか。ママはバカダ大学だよって言ってたけど教えてくれた後から。目が悪くなってるのかね。あ目悪くなってるっぽい。今日視力検査したらさ 1.0 と 1. 何とかだった。1点なんとかって AB なんでしょうね。 B かな、 B になっちゃったのかな。私昔両方 AA だったんですけど、小学生評価が A で教えてくれない。まこちゃんものだめみたいな感じ。のだめになりたいと思ったけど、のだめにはなりたくないな。1.0 って良かったんじゃないか。本当？俺は 0.01 です。やば、見えてるの？それは。それは視力いいとはめっちゃ視力いいじゃん。
で視力いいんですよ。でもなんかちょっとガチャ目っぽかった。なんか片目が 1.0 で片目が 0.9 とかだった。だからね、片目の目がめっちゃ悪くなって、右目か左目かどっちか忘れちゃったんですけど、そう、診察票もうさ、ほいってすぐ持ってかれちゃったから、そんなさ写真とかも撮れなかった。スマホ持ってなかったから、コンタクトつけてもおつまこさより目悪い。やば、そうなんだ。え、てかなんか視力検査の仕方がね、めっちゃね、なんか次世代っていうか、なんかすごい最新的だった。あのね、普通さ視力検査って、私小学校、中学、わかんない、私中学校の身体測定受けてたかどうか覚えてない。受けたのことあんのかな、私中学生の時は身体測定受けてないかもしれない。え、中2中3は確実に受けてないと思うんですけど、どうやってしてたんだろう。え、でもなんか小学生の時の記憶あるんですけど、小学生の時の視力検査はなんかさ、こうボードみたいなのが置いてあって、それがピカって光って、この光ってる部分のとこはどこですな、どっち向きですかみたいな感じ、ここここここみたいな感じだったんですけど、今日私あの視力検査ね、こうやって覗き込むやつ、なんていうの、こうすんごいすこぶる見づらいやつ、マジですこぶるあのすごい見づらいやつでした。こう顕微鏡みたいなやつにこう覗き込んで、でそこの中に超全部ちっちゃいんですよ。めちゃくちゃ全部ちっちゃい、多分みんな見れないと思う。めっちゃ全部ちっちゃいんですよ。こう見て、で私はこう絶対に本気で当てたいから、めちゃくちゃ本気で当てたいから、こうやってめっちゃ覗いてめちゃくちゃ覗いて、すっごい見づらいけど覗いて、でマスクしてるとちょっと曇るから、あ、ちょっと曇ってますって、あ、ちょっとマスクのせいですかねみたいな、なんてちょっとこうそうなんかして、こう本気で当てにいきます。これは6番は下です、8番は上です、5番は左ですみたいな、11番はちょっと上って言ったら、あ、ちょっと間違ってますねみたいな、もう答え、なんかさ、視力検査って言ってもさ、これ間違ってますとかさ、これ合ってますよとか言わないじゃん、いつも絶対言わないじゃん、絶対さ、いつもはいみたいな感じで終わるじゃん。でも私はもう絶対に当てたすぎて、はーんって言ってたら、なんかもうこうめっちゃ本気でやってたら、あ、それは、うん、合ってま、当たってます、それは、あ、実は違いますねみたいな感じになってあのもう視力検査クイズ大会みたいになった本気で当てたすぎて、本当に、うん、あ、最近のやつはみんなそれなんだ、コンタクト作るとき、あ、そうなんだ、最近のはみんなあの覗き込む型なんだ。今さ、コロナの時期特に覗き込む型やめた方がよくないすごい思うんですけど、なんかね、ちょっとそのレンズに直前にこのアルコール消毒して、そのなんか消毒かなんかした水滴がねついてね、めちゃくちゃ見づらかったんですよね、紙とかの、アナログな感じのが良かったですね当てるのが目的じゃないのか、見えるか見えないかなのに、そう、もうすっごい見ましたってあ、また訪れげ、訪れがひどい。訪れの訪れ、視力検査がクイズですよ、クイズにね、ちょっとなって、ね
身体測定っていうか健康診断っていうかどっちなんでしょうかね。メンテしても治らなかったね。音声治らないんだね。テロップ書いてなかった。これは成分が置いててね、どうなんだろうね。セブン。いや、一応広げると思います。うん。あ、開けた。開けました、配信。よかった。うん。まこちゃん、本当は外国から配信してる。あ、実は海外に住んでる。プロフの身長158に変えますか。いや159まだ名乗っときたい。いや絶対、だってお家でメジャーで身長測ったら159センチだったから159センチを名乗りたい。うん、いやまた公演とか再開したら姿勢が良くなって、多分ちょっと今日の身体測定はちょっとあんまり心の準備こうちゃんとできてなかったから、いつの間にか測られてるからボンみたいな、自動でボンみたいな感じに測られてたから、ね、こう姿勢を整えるこう時間がなかったんですよ。だからちゃんとこう姿勢を整えてね、で測った、159センチだと思うんです。うん、はい。メジャーはちょっとつむこさん、お江戸まこなんだよな。お江戸まこです。音符ありがとうございます。え、でもなんか他の人はなんか1センチとか2センチぐらい身長縮んでたって言ってたんですけど、私は 0.7 センチしか縮んでなかったから、あ、誤差ですよ。うん、159センチです、私は。そうだと願いたい。学校行ってると私もう本当に自分一人でいることが本当に好きなんだなと思って、学校行って帰ってくると、あー一人って感じになる。あーやっと一人、あー一人って感じになるんですよね。結構だから本当にそうなる。なんか一人の時間大切って。うん、今日は重力戦ってる。まこちゃんそんなに戦ってないですよ。そんなに私は、うん、戦ってない、重力と。うん、盗み聞きは陰キャ極めすぎ。そんなことない、陰キャじゃなくて私は一人が好きなんです。はい、孤独ではなく、なんていうのこれ、孤独ではなく孤高なおつもこさん。あ、握手会、え、握手会はいいんですよ別に。なんかみんなまこのこと好きだから来てくれるしいいんですけど、みんなのことはお見通しって感じなんですよ。そうだから、あ、みんな来てくれて嬉しいって感じなんですよ。だって会いに来てくれてるんだもん、嬉しいんですよ。初見さんこんばんは。こんばんは。アーシャが可愛いです。本当ですか、ありがとうございます。本当ですか、ぜひルームフォローお願いします。なんだろう、なんか握手会はみんな優しいし、ファンの方、逆にこの握手会のなんて言うんですかね、なんて言ったらいいかわかんないな。その握手会のこの会場にいるときは逆にな、楽な気持ちでいられるんだけど、逆になんていうの、その待機室とかに座ってる方が疲れる気がする。うん、なんていうの、うん、握手会にいる時は気が楽、逆になんていうんだろう、なんて本当伝えにくい、本当に伝えづらい、本当になんて言うんでしょうか、みんな私に会いに来てくれてる人と喋るから別にいいなって思うんですけど、その握手会が終わって逆になんて言うんですか、控え室待機のとこにいる時でさえもなんかさ神経を使うというかさ、なんかさ神経使うじゃん。
そうそうそう、控え室は周りの目がある。そうそうそう、そうなんですよね。そう、あのね、そう、ファンの方しかいないじゃん、自分のレーンには。だから楽なんですけど、レーンから逆に剥がれた時の方が神経を使う感じがする。ふーってなんない、逆に、うん、トイレのとかの鏡とかさ、あるじゃないですか、お手洗いの鏡で誰もいない時は気が楽ですけど、誰か入ってくるとってなる。うん、音符ありがとうございます。でも学校よりか全然、本当に。だってなんか、まあみんな知ってる人だし、そんな休憩とかいるからさ、誰かしらと普通になんか世間話ができるから、お、自分いい、あの、楽しいと思うんですけど、自分的には。そう、休憩とかがいるともう気が楽だし、すごい、ああ喋れるんですけど、あの、そうですね、学校とかだともう疲れちゃいますよね。背筋が伸びちゃう。そうそうそう、背筋伸びちゃう。背筋ナスビみたい。背筋考えすぎやもんさ。結構考えすぎなんですか、わかんない。ね、握手会再開したらまこちゃんに会いに来ても行きます。会いに来てください。こんばんは、伊藤美希ちゃんがお話ししたいって言ってたのでお伝えに来ます。おー、ありがとうございます。ありがとうございます、来ていただいて。何、握手減らした方がいいのか。いや、握手会はたくさん来てください。逆にさ、逆に来ないで、こうさ、あんま人が来ないで待ってる方が悲しいでしょ。だからたくさん来てほしいです。うん、減らしてほしいなんてないでしょ。うん、寂しいなって思っちゃうから、会いに来てください。再開されたら握手会、セスビーピリってると他人に映るから気をつけて。ピリってる、私ピリってなくてもピリってるって思われそうだから怖いな。ピリってないんですよ、マジでピリってない。いや、学校はちょっとピリってるかもしれないけど、うん、控え室とかで全然ピリってないんです。ピリってる気持ちではない、本当に。顔がピリってんのかもしれない。最高感、たくさん来てください。 ディディさんも、何、ディディさんっていう方、ディディさんも会いに来てください。なら握手券再販したら追加します。よろしく、よろしく、まこ。ループ早して、早してください。本当ありがとうございます。何、ジュッキーおつまこさん今日ピリってまこ、なんていうの、私そんなに機嫌悪くするとかしないんだけどな。なんだろう、今日機嫌悪いからみたいな感じのことは本当にしない、本当に私はしないなと思いますけど、うん、そう、人に対して今日機嫌悪いからちょっと話しかけないでみたいな、そういうことは本当にしないです、マジで。逆にあの、気を使いうからさ、そんなしないですよ。うん、逆にさ、ピリってる人に汗するタイプなんですけど。そう、うん、握手はリラックスさせる、結構基本笑ってますね。うん、急にマコゴ思い出したとさ、急になんかマコゴ言いたくなっちゃって、不機嫌オーラ出まくりやす。私不機嫌じゃないんですよ本当に。でもなんか普通に喋るとなんか、ほらほらほら、こういう、なんていうんですか、こういうちょっとこういう喋り方をすると、なんだろう、私普通に喋るとあんまり歯が出ないっていうか、こうやって笑いながら、こうやってそう、ここね、上げながら喋ると多分口元がちゃんと歯が見えていいんでしょうけど、普通に喋るとすごい不機嫌みたいな顔にならない？なんで？不機嫌じゃないのに
歯を出さないと。今さマスクをつけてる期間が多いじゃないですか。だからいや昔私中学生とかの時に口角を上げましょうと思って上げてくださいって感じだったので口角をねマスクの中でずっと口角上げてたんですよ。私いつもマスクしてたから、うん、ずっとマスクの中で顎だなこうやってふうにするようにしてて、で中学1年生とか2年生ぐらいまでは結構写真そう結構 SK 入った初期とかも全部写真は私は歯を出して写った方がいいと思ってたから、そう大体結構初期の写真全部歯を出して写ってる。これとかすごい反射する。これとかちょっとあんま可愛くないけど、これも歯出してる、全部歯出して笑ってる、これ全部って顔して撮ってたんですよ私そうなんかあんま自分そうそうなんかそう謎じゃない。あ初見さんはじめまして、シャンサイン栄のマークから見てます。おはじめまして、ルームフォローお願いします。よろしくまこ。うん、サンシャインのマックか、いいね。ブラックサンダーフルーリー食べたい。いつ食べたらいいんだろう、いつ食べよう、あさって食べようかな。フォローさせていただきありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。部活頑張ってきたまこ。部活おつまこ何部ですか、えらい。スマソブさんがパシらせるマックです。パシらせたことないです私。うん、なんか無理やりマコ、そう、うん、だから今さそうこのそのコロナの影響でずっとマスクしてるからぜひちょっと口角をさこう、そう私昔歯医者さんにほっぺ下がってくるよみたいな、口角ちゃんと上げてって怒られたんですよ歯医者さんに。歯医者さんの人になんかちょっとほっぺた重たくなってってくるからちゃんと口角上げるんだよってめっちゃ怒られたのかな、怒られて、うん、なんかすごいムカッとしたのでじゃあ口角毎日上げると思ってそう歯医者さん怖かったんですよ昔って言った歯医者さん。だからずっとマスクの中でこうやっても無理やりにでも上げてこうやって生きてました。だから今マスクしてる期間が長いから皆さんちょっと今の時期ずっとマスクしてる中で口角上げてみてはいかがですか。これしたらでも結構ほっぺがなんか上がる気がする。ただ最近私それを忘れてて写真撮る時も結構こういう感じで写りがちになってたんですよ最近。だからたくさん頑張って , 笑顔の似合うように頑張ってニコッと口に口角をね上げていきたいと思います。だほっぺが下がってきてる気がするの、最近あんま口角上げてなかったから。うん、こんな感じ。妻子さんで大人に言われたことよく守るべき。確かに私今はそんな守わかんない、そんな守れってことがないからその何守る守らないも何もないんだけど、確かに。でもお菓子とかそういうの守れなかったかもあでも昔私なんかなんだろう、私何だったのかなってあんまり記憶がないんであれなんですけど、全然ダイエットとかじゃない本当に違くて、なんだろう何だったかな、なんかでなんちょ本当に何だったか思い出せないんだけど、自分がなんかね何だったんだろう、お菓子食べ過ぎたりして体調悪くなったりしてたのかな昔小6か中1になる春休みかなぐらいの時にお菓子をママがこうなんていうの大きい袋に小分けで入ってるやつを買って、でジップロックの中にたけのこの里のこのさちっちゃい袋で入ってるやつとコアラの町のちっちゃい袋で入ってるやつとか、そのチョコ私チョコが好きなんでそれをこうちっちゃいジップロックの中に入れて今日1日分のお菓子これって渡されて、それを頑張って守って食べるっていう
ことしてたんだけど、頑張ってめっちゃお菓子を探したんだけど、隠しお菓子隠されてるから、隠されてるから見つけられないっていうことはあったかも、うん、虫歯なんだろうね、うん、最近物忘れが激しいやつ、物忘れじゃない、これはもう覚えていない、記憶にないんだよ。お菓子配給制、そう配給制のねお菓子そう、なんか見つけてたら今頃やばかった、いや見つけてたんです、実はね、めっちゃ探して押し入れの奥に入ってるの発見してたんですけど、でもかといってそっから取って食べたら食べたのがバレるじゃないそうだから食べちゃいけない、やばいと思って食べなかった、うん、なんかねお菓子とかを食べすぎて体調が悪くなったりすると思うのでその方法いいなって思う、 今もやりたい。でもさ今さ隠してもすぐ見つかんじゃん、こんなに物が少ないくて収納も少ない家で、うん、そうなんです、だからそれができないんですよね今。探す意味、え、もっと食べたいって思って探すじゃん、うん、でもバレるじゃん食べたのそう、ハートありがとうございます。またお菓子スイーツに関してどうにか、そう本当にお菓子とかスイーツ大好きだからね、やばいよね。ザオカさん基本家の不満が多い、え全然不満じゃない。何ココちゃんが VR 幕は面白いって言った、何 VR 幕、私 VR の話前したよね。でもハート100ありがとうございます。馬ありがとう。え何 VR 幕、あ VR で集まりをする世界の話、VR でどう盛りができるんじゃないかっていうあの話をしたやつ、 VR 箱これだよね、 VR これか。ハートありがとうございます。うん、ハートたくさんありがとうございます。味覚しようか、 VR マコ、VR の一緒に行ったって言ってた、あだいぶ昔に、すごい昔、本当に昔にココちゃんと、なんだろう、ショッピングモールみたいなところのゲーセンに行ったんですよでゲーセンで、あのそうなんかね恐怖の VR みたいなのあったんですけど、私はもう本当に怖いのが苦手だから、正直私あの VR 何も見てないんですよあの時はちょっとあのえ見てなかったのみたいな風に言われるのちょっと嫌だったから、あ怖かったみたいな、終わった後怖かったって言ったんですけど、私結構本当にこう音が聞こえるのも嫌だったから、こう何回もこうやってちょっと浮かせてたらさ、すごいの私何回もエラーになってすっごいエラーになって、店員さんエラーになるんですけどって言ってたんだけど、あの多分私が耳から外そうと頑張ってるから、そのせいでエラーになってたんだろうなってうん、そう、いや本当にあの頃、いや800円くらいした気がするの、あれ完全に私はずっと暗闇を800円払って見てたんですよそう、うん、モテをありがとうございます。もうね、あのいや本当にごめんねココちゃん、私本当は全部あの映像見てないの、ごめん、怖くてずっと目つぶってたのだからさ全然お化け出てくる瞬間とかココちゃんがびっくりしてふーって一緒に合わせて見てたかもしれないちょっと本当にあの怖くて、本当に怖いなって、私お風呂入ってる時とかにさいるんじゃないかとか、あ待ってやだ怖い、そういうこと考えちゃうからさ、そう本当に800円ぐらいしたんですよ、確か800円分の暗闇ですよ本当に。うん、アジサイありがとうございます、ハートありがとうございます。それかココちゃんと共にこう800円か何百円か払って
こう VR つけたんですけど、本当私ホラー苦手だからこう目を閉じてこうやってもう耳を頑張ってこう塞ごうとして、怖い、そう本当に後ろにいるの誰とか本当にやめて、マジで怖いから、本当に怖いからやめて、怖い、あの本当にそういうのちょっと、もうあもう怖い怖い、やだ怖い怖い、怖いね、ほんと怖いこと言わないで、マジでやだ怖い怖い、どうしよう、怖くなってきちゃった急に、怖い怖いマジで急に怖くなってきちゃった怖い本当に、マジで怖い急に怖いんだけど、怖いなんか本当に急に怖くなっちゃった怖い、なんで私今クローゼットさ開けっぱにしてるんだろう、怖い、マジで怖くなってきちゃった、もう違う、怖い、ちょ、どうしよう、怖い、どうしよう、怖くなってきちゃった、お化け怖くて泣く配信って何、本当に、本当に怖くなってきちゃった急に、私いつもさ夜カーテン閉めるのもさ怖くなって閉めれないんだよね、あーやばい、なんで洗濯物出しっぱなんだ、あーもうバカだマジで、もう怖い急に本当にやだ、本当に、怖かった、ちょっと閉めてこよう、怖いわマジ、怖くなってきた、怖い、大丈夫だよね、大丈夫大丈夫、こんなに綺麗な部屋に何も出るわけない、こんな清潔、今日お掃除もした、クイックルワイパーもかけて、あのね全部掃除した、コロコロもしたし、こんなに綺麗な部屋にいたら逆に引くわ、うん、ないないない、マジで出るわけない、本当にこんなに、こんなに真っ白で綺麗な部屋で、こんなに綺麗な部屋だからないわ、大丈夫大丈夫、ミラーボールありがとうございます、ありがとうございます、うん、じいさんかぶ、あ、じいじゃない、マジで怖い、自己暗示、ハートありがとうございます、ミラーボールたくさんありがとうございます、もはやミラーボールが目に入らない、そう、もはやミラーボールチャレンジ成功で、今私2個ぐらいしか把握してないんだけど4個ぐらい来てました、あれ5個、5個ぐらいミラーボール来てる、ありがとうございます、怖かった、なんかすごいさみんな急になんか怖いこと言うからさ本当に怖くなってきちゃってさ、びっくりした、私マジで怖いの苦手なんですよ、本当に怖いの苦手、ゆっくりさん私泣き配信したことないと、あの今スキンになってからは本当に泣いた配信したことがないからさ、お化けが怖くて泣くとはさ思わなかった、あ、初見さん、おつまこちゃんはじめまして、はじめまして、ありがとうございます、ルームフォローお願いします、怖かった、なんかね、すごい急に怖いこと言うじゃん、本当にあのお化け出るよみたいな、そういう怖いコメント、こうなるのでやめてください、本当に怖すぎて泣くんで本当にマジで怖かった、チャイタソ来た、おつまこってチャイタソがコメントしてるわ
ハート100個、あ、1000個ありがとうございます。もういりません、本当にこうなるよ、そう言われると痛くなる。 ここまでこんなに私泣いたのにそれなのにやめないとうん、ファイト、ありがとうございます。うん、なんか違う話しよう。うん、姿勢正しく、おうまいたくさん星なりありがとう、ギフトありがとう。ミラーボールどうやって投げるの？わかんない。この右下とかの星マークのとこを長押しすると多分ギフト欄が出るかも。今日は何食べた？今日は、今日アボカド食べた。あのね、アボカド買いまして、でね、今日ね、めっちゃうまくアボカド切れたの。なんかね、こうやって切るじゃん、してカッカッ開けるじゃん、そ綺麗にこう分けられたんで、なんかアボカドって種ある方を保存した方がいいらしいので、種ある方をラップして冷蔵庫で保存してます。組み立てた机は今どこに？今組み立てた机の上のとこに配信してます。これは椅子、ほら久しぶりに机と椅子で配信してます。新島子さすが、ありがとう。アボカドどうやって食べたの？めんつゆ。アボカド苦くあります？全然苦くないよ。めっちゃ、なんかアボカドが食べれるようになったので、そう、美味しい。あ、ミラーボールどうやって投げるんですかって聞いてた方が、ミラーボール投げてくれた、ありがとう。ありがとうございます、こう。アボカドじゃねえし。なんだっけ、アボカドじゃねえし。アボカドだし。また急に頭から。仕事だなったらね、でねね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 アボカドじゃねえし、アボカドだし、アボカドだし、え、なんかどんな曲だか分かんなくなっちゃった。いちごバナナだるるんぐるるんだなちがつるんでるるんでるるるるるるんって部分しか分かんない。本当ありがとうございます。アボカドバーガー美味しいよ。バーガーにするとアボカドの味がさ、かき消されそうで、なんかもったいなく感じて食べられん。アボカドはアボカドだけか、あとキュウリ食べた。キュウリと一緒にこう食べる。キュウリ適当に切って、そう、キュウリとアボカドをこうサイコロみたいな見切って、こう適当にこうさ食べると美味しい。実はその歌あまり知らない。私も実はそんなに知らない。アボカドってどんな味か忘れた。マグロに似てる。私はアボカドは醤油とかめんつゆで食べる派です。めんつゆが大好き。めんつゆでお豆腐も食べるのも好きだし、お米にめんつゆかけるのも多分美味しいと思います。醤油いったか、なんか醤油は味が濃すぎて苦手かも。マグロとアボカドの合い物、あ、美味しいよね多分。私はなんだ、サーモンとアボカドは食べたことある。私マグロそんな好きじゃないんですよね。漬けマグロは好きだけど、つもこさんって家計簿つけてるの？さすがにめんどくさくてやってないです。アボカドってマグロに似てるの？アボカドの方が美味しい、でもマグロのはちょっと水の味がする。はい、
ね、目玉焼きにはめんつゆ派、目玉焼きには塩か何もかけないか胡椒派です。果物は何食べる？ゴールドキウイ。キウイくうってあげりしゃすん、あげりしゃすん、あげあげりしゃすん、気分をあげるでしゃすな気分あげりしゃすん。あ、この歌歌うと止められないあげあげりしゃすん続いちゃうよこの歌。気分あげりしゃすん、あげりしゃすん、あげあげりしゃす、キウイくうってあげりしゃす、あげりしゃす、あげあげりしゃす。拍手ありがとうございます。何 TikTok すれば TikTok にこの曲あるんですか？私 TikTok のやり方わかんないんですよね。なんかログインの仕方がわかんない。なんでなんかママから急に、あ、じゃあこれは言わないでよ。昨日の朝ウニはいキラキラ吐いたよって報告来たんですけど、大丈夫かなウニちゃん、大丈夫かウニちゃん、健康は大丈夫か。あげみざわ、テンションが上げるやつ、やったー。ウニちゃん吐いちゃったらしい。なんだろうね、食べ過ぎたのかね、毛玉かな。猫は結構よく毛玉入っちゃうよね。イクラパイセンとかもしょっちゅう毎日ぐらい毛玉入ってた。ウニはねあんまり毛玉吐かないんだよね。なんでだろう。うちの猫はほぼ毎日、あ、そうなんだ。ウニちゃんはねなんかね吐くのもったいないと思ってるから、あのせっかくご飯を食べたのに吐いたらもったいないって思っちゃうタイプの猫。多分あの吐いたのを食べようかとも思うレベルなんですよ、ウニちゃんはマジで。うん、あんまりウニは吐かないです。ウニちゃんはね、あ、猫ですからね、猫ですよ。うん意識汚いウニさん貪欲。毛玉はね、ウニちゃんあんま吐いてんの見たことない。食い意地すごいね。こんばんは、こんばんは。ちょっといきなりなんか猫の毛玉とかの話してごめんなさい。うん、なんか、あ、ダメだよそれ食べちゃうって言うんですよいつも何アボガド1個って家計簿つけてるのかと。え、何ですか家計簿とかあるの、アボガドっていう。アボカド半分食べた、半分はある冷蔵庫にね。今日あの今日あれあれたい、あのさこういうさこういうさ感じのパックにここにポコってのがついてるタイプのパックの豆乳みたいなの買ったんですよ。なんか牛乳売り切れまくりだったから、なんかあの同米牛乳が好きなんですけど売り切れてたから、なんか調整豆乳みたいなの買ったんですよ、せっかくならと思って。そしたらさ、そしたらさ、ここにこうキャップがついてるタイプで、なんかこうテレビとかでよくやってる、このまま注ぐとバタバタってすごいこぼれるみたいな、こぼれるけど こっち側にこうやってやると全然こぼれないよみたいな裏技みたいなのがねあるんですよ。で、え、そんなボタボタこぼれるわけないし逆にこうやる方が怖いと思って普通に私こうやって注ごうとしたんですよ。そしたらこぼしたんですよ。だから試しにやってみたの、ライフハックみたいなやつをはって言ったら、そしたら綺麗に注げたんです。びっくりした。うん、調整豆乳は甘い。うん、そう甘い。間違えてルームフォローしました。なんで？なんでルームフォローしたままでいいですよ。よろしく、フォロワー数よろしくだったんですよね。どうなんだろう、減ってるかもしれない。うん。ウニさんもアボカドいけるんじゃね？そう、注ぎ方きなこ豆乳が、あ、美味しいですよね。最近きなこ食べてないの。一時期めっちゃあの黄色きなこ黒蜜豆腐みたいにやってたんですけど、
黒蜜切れたからさ、なんかね買いに行こうとしたら売り切ればっかで、ちょっと探すのすらめんどくさくて食べてない、結局。うん、そう、正しいんですよね。まだルームフォローしてなかった過去、ミラーボールを投げたのにルームフォローしてね、ありがとうございます。今牛乳人気なの、人気ですね多分。え、多分なんか安くなってて、多分ドーマイ牛乳が好きなんですよ。愛知県の牛乳わかんない、美味しい。うん、最近ぬか漬け始めるすごいね、丁寧な暮らしって感じ。無調整の豆乳はね結構まずいですよね、大豆の味しかしない。でも私大豆好き、うん、美味しい。なんか一時期蒸し大豆みたいなのをひじきの煮物作るときに余ったらそのままポテチみたいだなと思って食べたんですよね。うん、あくびはどうして出るのかな、眠たくなると出るのかな。何、牛乳の売れ切れは鉄腕ダッシュがいいな、そうなの、そうなんだ。なんかでも最近寝すぎたせいか、起きたら目覚めたら布団から起き上がれないんじゃないかぐらい の寝すぎてフラフラみたいなあるんですよ。鉄分かなと思って、今日初めてまずそうだな買わないどこと思ってた1日分の鉄分が取れるなんかプルーンヨーグルトみたいな、飲むヨーグルトみたいな買って飲んでみたら意外と美味しかった。うん、これで私も健康になれる。スマコさんもうお眠、もう夜なんでね、お眠ですね。首はどうして出るのかな、だから体にある、だから寝すぎるとフラフラになりますから、気をつけてください。ほうれん草はただ最近ほうれん草食べてないの、食べよう。だからこれからはちゃんとプルーン飲むヨーグルトを飲もうと思います。私は貧血なのかじゃないのかは分かりません。なんで怖いこと言うの、夜更かしするとお化け出るよとか、なんかもうやだー本当に悲しい。鉄だけ取っても吸収されないよね、え本当に、なんで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 、なんでどうやったら吸収されるんですか。今日お肉も食べましたよ。毎日ヨーグルト食べる習慣よね。なんとなくヨーグルトって食べた方が人生うまくいくかなと思ってヨーグルト食べています、毎日。カルシウム的な、おちゅうまこ、おちゅうまこです。何か一緒に摂取するの、ああそういうことか。バランスの良いなんか食事した方がいい。あ、スープ作りたいな、スープ作ろうかな、野菜スープ、スープ野菜味噌汁、味噌汁ってすごい健康にいいらしいんですよ。でもそんな健康になりたいというわけではないんですけど、長生きしたいとか健康になりたいっていうわけじゃないけど、なんかまあね、味噌汁とか野菜味噌汁いいよね。ヨーグルトで人生左右されるのか、まあ私の人生は多分左右されるんじゃないかな。よいしょ、あ、これ椅子の音です。朝の味噌汁がいい、ヨーグルト日本人はあまり効果ない説もある。本当に、椅子の上で体育座りしてるんだけど
今、いやちゃんと座ろう。椅子の上で体育座りは良くない。はい。人生おつまこによって左右されてます。いいね、いい人生だね。豆腐と油揚げの味噌汁はオール豆。ああ確かに、私油揚げ好きじゃない。ちょっとおー、ダンボール少女の噂を聞いてきた。噂なんてあるんですか。ありがとうございます、来てくれて。ルームフォローお願いします。体育座りが好きな子、なんかでも体育座りってめちゃくちゃなんか健康に良くないらしいですよね。なんかで見た。でもうさんくさそうだったから関係ないかもしれない。なんかでもこうやって体育座りをするとなんか臓器がどうたらこうたらみたいな感じ聞いたんですけど、私体育座りめちゃくちゃ好きなんだよね。でも体育館でする体育座りはめちゃくちゃ嫌い。お尻痛い、骨が痛い。うん、体育館でする体育座りは本当に嫌いだけど、家でする体育座りは最高。うん、油が一番いいのかね。うん、体育座りは陽気の象徴。そうなんですか。女の子座りは、なんか女の子座りは私はなんか体曲がりそうだなと思ってあんまりしたくないです。しないですね。うさんくさいって言っちゃダメ。本当に家の隅っこがおつまこさんの体育座りスポット。私ベッドが部屋の隅にあるんですけど、なんかねマットレスと一個いらない布団があって、いらない布団をこう壁に立てかけてるんですよ。でこの下にはベッドがあるんですけど、で角ができるんですよ。このでこれにもたれかかった角で隅っこで熱盛とかすると幸せですね。でも最近熱盛あんましてない。昨日のブログ読んだよ、ありがとう。ナショナルと体育座りはおつまこの特許。おつまこは正座してるイメージ、なんか正座もなんか足短くなるよみたいな聞いたんで、あんましてないけど、でもなんか湯船の中で正座すると足が細くなるよみたいなのも聞くから、それはなんか1分だけやるんだけどさ、どうなんでしょうね。体育館の体育座りが嫌いなのは体育の時間が嫌いなのでは。なんか全校長会で校長先生が話した時、体育座りしていいですよって言われると、でもそれはちょっとラッキーって思います。こうやって体育座りが好きな理由は寝やすいからっていうのもあります。こうやって寝ると寝れるんですけど、こうなんか巡回してる、巡回でしたっけ、なんていうの、巡回でいいのか、こう見張ってこう歩いてる先生とかにこうやって寝てると、体調悪いの、大丈夫ですかって言われるんで、あ大丈夫ですって言うんですけど、だんだん面倒くさくなると体調悪いですとか。でも一回本当に体調悪くなったことあって、中学1年生の入学式の時にめっちゃ体調悪くなって、あのなんか酸欠なんかなみたいな感じになったので、入学式速攻保健室行ってしまったんですけど、本当にあの体育館の空気が悪すぎて、って感じだったんですけど、だんだんもう元気になったんで。そう大丈夫だった。心配される。そうケロラ軍曹来る。そう、入学式に保健室ってちょっとさ恥ずかしいよね。なんかちょっとなんかあってなっちゃう。それはバタンス直前ね。本当にこれは貧血であります、貧血であります。私でも貧血になんないと思ってたんだけど、多分酸素が足りないのが苦手なの。多分私室内、自分の家の中は好きなんだけど、大人数の室内結構苦手。体育館とか
入学式とかやる意味なくないって思う本当に。あ、じゃあ今ちょっと喋り方ちょっと口角上げてない、なんだろうか、ちょっとこう喋りか機嫌悪そうだよね。空気悪いんやん、そうなんかね、そう人数が多すぎて多分空気が悪かった。ベランダでリハビリしましょう。換気してほしいよね。そう大人数の室内かっこ劇場確かにえ、でもね、あの劇場のステージ上はまだ大丈夫なんですよ。全然あの楽屋がね、廊下のね空気の悪さはねやばい本当に。あの空気の悪さはやばい。窓ぶち開けたいぐらい本当にやばい。壁に穴を開けたくなるぐらいには空気悪い本当にさあ劇場のステージの方が全然いいです。うん、あ裏の方がね空気悪いと思う。酸欠の例がついてそう。コンサートのリハとか大丈夫？え、本当に空気悪くてうーってなるけど、全然体力が昔よりはあるから全然あの大丈夫。体力ついたから昔より、あの踊るしね大丈夫なんですけど、ただでも本当にメンバー70何人全員があのレッスン所に入るという時は本当にクラクラしそうだった。うん、マスクしてて昔ね、昔、エコパぐらいの時ちょっと外に空気吸ってくれって言って帰ってこなさそう。その確かに壁ぶち破って解決は劇場の壁をクンってやりたい本当に酸素がないです。廊下はやばい本当に、ホコリっぽいしね、死んじゃうよ死んじゃうよ。つまこパンチ炸裂つまこパンチ、壁穴開けパンチ、密です今はやってない、今はレッスンしてないからだけど、密とかになる前それにマスクしたらもっとやばい。でもなんかその冬場とかだとインフルエンザになったりとかそういうの嫌だから、風邪ひいたりとかそういうのしたら嫌だからマスクしてたんですよずっと。レッスンリハの時、大人数リハは本当にやばいですよね。うん、そういう感じです。うん劇場は逆にステージの方が息が楽ですよ。うん、全然ファンの方たくさんいるけど全然苦しくない。なんで霧とかもかかるじゃん、霧みたいな、あれでなんか空気感じる気がする。何なんだろう、水蒸気なんかな、何だろう、そんな感じする。この壁をえいって穴開ける、うつわか、えい、あ、スモークそうそう、霧まあスモークと霧一緒じゃん。スモークって何でスモークなんだろう。スモークはあれですかね、スモークサーモン。私燻製あんま好きじゃないんだよなこんばんはフル、こんばんはこう、こんばんはこう。スモークは二酸化炭素、あ、じゃあ逆に空気酸素足りなくなるんじゃないの逆に苦しいじゃん。あ、立ち見は確かに密だね、やばいよね。一回さ、バックダンサーとかの時に一番後ろから見学したことあるんだけど、ちょっと立って見てたし空気がねやばかった結構。スモークって煙って意味では、スモークイコール煙。スモークはなんでスモークなんだろう、スモークサーモンと。え、でも燻製って煙って感じない？スモークというのはミストでしょ、多分ね、ミストだよね。空気に敏感、本当にね、いい空気吸いたい。よく私東京で生きてこれたなって感じですね。
酸素足りなくて頭痛くなること、ありますよね。燻製は煙でいぶしてるから、燻製感じちょっと違った、あ、9時22分だ。岐阜の空気美味しいらしい。なんかもう岐阜で暮らそうかな。いやでも名古屋で十分だわ。名古屋も十分空気いいんで名古屋でいいかな。うん、今日はまったり、今日はまったり喋る配信です。朝配信ができなかったから、明日は朝配信かな、どうしよう。そろそろ壇上を呼びます。いきます。あいつらがいつの間にか4000人。ありまこありがとうございまこ、あ、ミラーボールありがとうございまこ。じゃあミラーボールの中で壇上呼びます。13位ウニヤバ、12位、あ、なんだろう、おでんみたいな子、おでんくん。11位ウニヤバ、10位ウニヤバ、9位ウニヤバ、8位ウニヤバ、7位ウニヤバ、6位ウニヤバ、5位、これなんだこれ、紫芋ソフトクリームわ、4位ウニヤバ、3位ウニヤバ、2位ウニヤバ、そして第1位はジレジレジレジャン、ウニヤバタン。ありがとうございます、ありがとうみんな。おでんくん、おでんくんのアニメ見ようかな。あのアニメすごい心がほっこりして、なんかいい気持ちになるよね、すごく。うん、うまく回避した。いろんな解釈がありますか。紫芋ソフトクリームにしか私は見えません。うん、東京でも奥多摩はいい空気、確かに東京でありさ田舎でもありみたいなとこいいよね。東京の市でしょ、いいよね。うん、受験生の伊藤美希さんのおつまごさんと仲良くなりたいと言っております。よろしくお願いします。ああ嬉しいです、よろしくお願いいたします私あのなんだこう現実で話しかけに行くのがめちゃくちゃ不得意なんですけど、本当に感じが悪いとかじゃないのであのそう仲良くしてくれたら嬉しいです。ミラーボールありがとうございます、ありがとう。お腹鳴った、鳴ってない。こうやって椅子のやつがグッて鳴った音。虫やばい、虫やっぱやだな。秩父行きたい、秩父行く、秩父行く、秩父に行こうって CM あったよね。タタ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 、おまじない、秩父行く。うん、いや八王子市ってさ都会なの田舎なの。はい何壁に穴開けて樹木ビビらせる壁に穴なかなか開けられないと思う。こんなガッてやってもへこみもしなさそう、あんな硬いの。西武鉄道の支援枠を、お、都会行っちゃう、田舎テレビっ子すぎる。その歌え知らない、土屋太鳳さんがやってた CM、 チチンプイプイチチンプイプイ、秩父に行こう。八王子はヤンキーが、あら都会の田舎かしら。八王子市ってよくさ東京が雪降りましたっていう天気予報で使われるイメージうん、あ都会ではない、23区に比べたらいいんだ。あそうか市だもんな、そっか。モノマネお願いします。八王子はそこそこ都会も、こう立川市、あれ立川市って八王子、あれ八王子市だよね、八王、え八王子駅、八王子市、八王子市だよね。高尾山とか、高尾山行ってみたい。まさかの顔ね、土屋太鳳ですっていうのはさすがにあの本当にできないなと思ったので、私はちょっとやりません、すみません、申し訳ないと思いますので、あのモノマネはあのできません。土
也太郎さんのはあんなに可愛くないです私は東京人なのに知らないの。東京人だけど市は分かんないですうん。整ったおって言ってください。整ったお、整ったお、水違いだよね多分。これ違うメーカーだよね多分。うん、サンリオピューロランドとかタマシエに、あ、タマセンター、タマセンターラブ、うん、ピューロランドのためにちょっと声かいちゃったね、行く。豊島園は豊島区ではない。あ、そうなんだ。豊島園行ったことない。豊島区って池袋があるところ。つむこさん23区全部言えるのかね。言えないと思う。え、ちょっと頑張って行ってみますね。ええ、ねえねえ、あのさ、に東京23区ってさ、北区中区ってありましたっけ。港区あるでしょ、渋谷区怖いな。え、まあ豊島区あ、椅子が擦れる音が、あー、キャップ落としちゃったあー、転がってっちゃった。ちょっと面倒なので取りに行きません。豊島区、あれ今何個言ったっけ。豊島区、港区、あれ渋谷区ってあったっけうん、あ、中区はない、中区はないね。中区は栄とかでしょだよね。中区はないね。中央区じゃなかったっけ。中央区はあるよね。中央区ってさ、あれ秋葉原とかだっけ中央区ってうん、え、で、台東区、足立区、江戸川区、荒川区、な、中野みたいな、中野、ここは中野サンプラザ。中野区ってあったっけ、ありますか。中野区ありましたね。新宿区か、新宿、あ、品川区もありますね。あと今どこまで行ったっけ。今10、あれ今11まで行ったの。これ 6?11?6?11? え、今どこまで数えてたっけ。分かんなくなっちゃった。そう、千代田区、あ、秋葉原が千代田区だ。あれ、うん、そうだ、間違えた。中央区と千代田区って似てるから間違えちゃった。うん、んって、今どこまで行った。え、ちょっとちゃんと数えよう。いや、全然私分かんないかも。なんて、あんまりコメント見ないにして、え、ね、あの六本木とかさ、麻布、西麻布とかさ、そういう感じのとこって何区なんだろう。め、中目黒ってさ、目黒区かとか、ちょっと壇上読んだ後なのにこんなチャレンジしようとしちゃった。ね、今多分中目黒じゃない、目黒区は多分あると、目黒川があるから、目黒区があるきっと。あ、す、あ、分かった。あ、墨田区、す墨田川があるから墨田区、あ、は、区、あるか、区、台東区、足立区、なんだっけ、豊島区って言ったっけ、なんだっけ、池袋があるとこなんだっけまあ、さっき答えたのが分かんなくなっちゃった。なんだっけ、墨田区、品川区、千代田区、中、なんだっけ、中央区
さっきどこまで言ったっけ、どこまで言ったんだっけ、さっき、さっきどこまで言ったんだっけ。書き出す、さっきどこまで言えたんだっけ。荒川区も言えたんだっけ。私23区全部言えない気がする。あとあれ、あれやだ、あれだ、あの文がつく区、なんか東大とかである区、文京区、文京区、ちょ書き出そう、書き出そう港区、荒川区、墨田区、台東区、なんだっけ、足立区、千代田区、中央区、渋谷区ってあったっけ、あるよね、うん、あるうん、あります。今どこまで行ったんだっけ。文京区、あ、そうか、吉祥寺は武蔵野市だもんね。どこまで言ったっけ。あ、新宿区も行ったか。あ、豊島区ね、もう行った。どこまで言った。港区、荒川区、墨田区、台東区、足立区、千代田区、中央区、渋谷区、文京区、新宿区、豊島区、あ、品川区も言ったよね。品川区、なんだっけ、あと西の方はあんまり言ってない。あ、世田谷区。え、待って、コメント見ちゃあかんよな。ね、北区ってあるの。北区ってありますか。あ、杉並区だ。ママの大好き、ママのなんかすごい大好きな杉並区。ちょっとそういう線で探していこう。ね、こっちもどこまで行ったかね。なんだろう、岐阜区はありません。え、今ね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14までしか出てこない。あー、危ない、スマホ落とすとこだった。なんだろう、なんだろうな。あ、大田区はまだ、私大田区なんていたことない。大田区ってさ、何があるの、どこにあるの、大田区って。梅雨田区、あと9区。今 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,23区だから、あと5+3=8。何があったっけ、あと。大田区は羽田空港があるけど、いや絶対行ったことないな。葛飾区か。え、江戸川区、江戸川区さっき言ったな。板橋区って本当にあるの。板橋区ってあるんですか。板橋市じゃなくて板橋区、本当に。こち亀でおなじみのね、こち亀ってさ、略しすぎてさ、名前忘れちゃった。こちら葛飾区、江東区か。板橋区あるの。あ、練馬区ね。練馬ね、練馬区は知ってるわ。練馬区、板橋区って市だと思ってた。なんか千葉県板橋市かと思ってた。こちら葛飾区亀有公園前発出所。
おお。朝マック。朝マック、あ、多分板橋は多分あれだ、船橋市と似てるからだ、名前が。うん、江東区。江東区ね。え、今何個だ、1234567891011121314151617181910あと4、4区。忘れ去られた4区はどこだでしょう、どこでしょう。え、なんだ、絶対めったに行かないとこだよね。あ、あ違うな、絶対違う。ちょっと分からんですね。千代田区行った、行ったよ、千代田区は言いました。幕張区ってあるの。19を見せてくれ。今ね、あ、今出てるのは港区、荒川区、墨田区、台東区、足立区、千代田区、中央区、渋谷区、文京区、新宿区、豊島区、品川区、世田谷区、杉並区、大田区、江戸川区、葛飾区、練馬区、江東区。あと何区なんでしょう。え、あと誰だろう。目黒区はね、出たよ。あれ出たのに記入すんの忘れたかな。あ、出たのに記入すんの忘れた。1234567891011121314151617181920、あと3区、あと3区は何でしょうか。中野区はね、出たよ。あれ、いなくない、ここは中野サンプラザって言ったのに。あれ、中野区入れ忘れてました。うん、あと2、江東区は書いてあるかな、足立区もあります。記録が雑箱。はい、台東区はもう特に書いてあります。私の大好きな浅草があるので、はい。荒川区も書いてあります。なんだろうね。最後に出た区は明日から埼玉県になります。かわいそう。墨田区も出ました。江戸川区も出ました。北区は、北区ってあるんですか。え、北区ってあるの。北区ってありますか。さっきからね、北区ってあるって聞いてね、書いてないんですよね。北区に北区、うん、あ、あるの？北区だ、じゃあ北区。じゃあ、あとラスト1個、今何個だ？ 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、あと1区、あと1区です。北区は赤羽、あ、そうなんだ。あと1区は文京区は出てます。はい、出てます、書いてあります、ちゃんと。キムタクク板橋区、え、さっき出たよね、板橋区。ごめんなさい、板橋区書き忘れてました。ということで、23区書き終えました。はい、板橋区は私的に千葉県のイメージでした。はい、板橋はこれから埼玉だなって。そうなの。なんかそう言うとさ、なんかさ、板橋区の人もかわいそうとも思うし、板橋区の人をかわいそうと言うと埼玉の人がかわいそうとも思うし、複雑って感じですけど、はい、板橋区は、はい、今日から、区ではありませんということになってしまいますね。はい、板橋か、学校通ってた。うん、どう、板橋区
9時42分になってしまう。ごめん、板橋くんの方ごめんなさい。一番最後に、え、でもまあごめんなさい、本当に23区無事出ました。じゃあいつかは山手線全部言うチャレンジしたいと思います。前アーヤと一緒にやった時、私山手線ね、上野とか東京駅とかぐらいしか降りない、あと渋谷とか原宿ぐらいしか分かんない、新大久保そんぐらいしか行かないから、上野じゃないわ、品川なんとかみたいな、だから山手線チャレンジは私本当に苦手だったんですよ。だから次はいろんな電車の駅を出すチャレンジ頑張りまこう。はい、真ん中通るやつを押せ、新宿西口駅前の秋葉のヨドバシカメラ、新宿なんだか秋葉なんだか、はいはい、そんな感じでね、まあちょっと恒例になりそう。駅宛て、うん、大久保か新大久保か、うん、ちょっと東京の、私 JR あんま乗らないんですよね、メトロ派、メトロラブ、うん、メトロラブなんですよね、うん、そう、銀座線が綺麗で好き、そんな感じなので今日の配信はこれで終わりたいと思います。楽しかった、なんか当たってた写真撮るので皆さんおつまこってコメントお願いします。メトロ迷子になる、私 JR の方が迷子になる、メトロでもいいよ、といってもメトロそんな駅名わかんないかも。バイバーイ、おつまこ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 ってコメントお願いします、お願い、おつまこってコメントしてね、撮影写真を撮るよ。おつまこ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 、はい、おつまこです。いつもとちょっと違う角度になるように、はい、撮れました、おつまこでした、楽しかったもんか、ありがとう、楽しかったです。また明日も配信見に来てください。明日朝7時やれるのかな、やれると思うので朝7時ちょっと頑張って起きようかなと思います。皆さんルームフォローしてってくださいね。バイバーイ、おやすみー、おつまこー。